はい、おはようございます。釣らざる者食うべからずです。今日は7月27日木曜日、今日も混ぜ川上流に来ております。最近の混ぜ川はですね、人がすごく多いです。で、今10時ちょっと前です。お取り屋さんに行ってちょっと喋って、で、まあ、ポイントを探しているうちにこんな時間になってしまいました。それで、最近の混ぜ川は降水温と、あとは人のプレッシャーでかなり厳しい状態が続いているみたいです。僕にね、釣れるかどうかわかんないですけど、ちょっと一日頑張ってみたいと思います。それでは行ってみよう。はい、またね、新しい知識を得たんですが、こういう風に縁があるとそこで鮎が休むそうなんで、その前後の背みたいなところが狙い目だそうです。でね、こうあっちの方までずっと背が続いてるんで、ずっとここ今人いないんでね、午前中じっくりやりたいと思います。はい、今日の仕掛けはですね、いつもの、ガマカツさんの完成仕掛けなんですけど、今日はいつもと違うのは、前回アユがすごい大きかったんで、その対策として今日はですね、水中糸を 0.35 にして、あと針もですね、7号の針でやろうと思ってます。今石浦の泡の立ったところ通してます。じわじわ上に、あ、かかったかかったね。強いよ、強い。じゃあ取った。取りました。一匹目、でかい。でかいよこれ。皆さん見てください。すげえいいアユ。ほら、すげえいいアユだ。でけえ。やっぱ最高だぜ。混ぜ川上流。みんながやらんようなところがいいって言ってたんで、この奥の速い流れ、おとりを沈めて、でテンションをかけて、大アマゴがかかったわ。
またアマゴがかかったよ。ほら、アマゴ綺麗だけどね、アマゴも。今日はアユが欲しいんだよ。綺麗なアマゴ。かかった。久しぶりにかかったよ。しゃあ、取った取った。これもいいアユ。はい、やろうと思ってた下流はね、人が入っちゃったんで、一旦もう12時でちょうどいいし、昼休憩にします。その前にちょっと、中間発表しましょうか、今日も。結構釣れたんでね、ちょっと中間発表します。結構おるよ。結構おる。まあまあ釣れたし、でかい。何匹おるんだ ?1、2、3、4、5。あれ ?1、2、3、4、5。1、2、3、4、5、6か。1匹アマゴか。6-3 だもんで、3匹しか釣れてないのか。でもアマゴ入れたら4匹か。まあそんなもんか、また。うん、まあいいんじゃない。昼に行きたいですね。はい、皆さん頑張ってますね。ちょっとね、昼休憩しておとりをちょっと休めてから午後の部やりたいと思います。それでは休憩入ろう。もう夏はね、こういうあっさり系しか受け付けないんですけどね。330円で昼ご飯済んじゃうんで、すっごいいいですよ。これ1個でお腹いっぱいなんでね。はい、またですね、貸し切りのポイントを見つけました。で、準備してたらね、ちょっと上の方に一人来ちゃったんですけど、それでも、まあ、ほぼ貸し切り状態。あそこら辺にね、一人いるんですよね。はい、それでですね、昼一のポイントちょっと外しちゃいまして、でそこからさまよってたら、このポイントにたどり着いたんですが、もう2時半を回ってますので、もう夕暮れまでね、ここの背を釣っていきたいと思います。釣れるかな。はい、やばいほどなんか天気悪いんで、しかもか、あ、雷鳴ってるわ。今雷光りましたよね。雷鳴ってるんでもう帰ります。早く帰るぞ。おお、雷鳴ってる。もうこれ帰ります。おお、やばいやばい。もう帰りますんで、釣果の方は、アユが5匹で、アマゴ1匹で、おとりが3匹買ったんで、まあ2匹ぐらいしか釣れてません。まあ、それでいいんです。で、天然おとり買ってるんで、5匹は美味しいアユが食べれるんで、まあね、僕の実力はそんなもんです。ね、夏を感じるアユ釣り、夏を感じれて、まあ美味しいアユが食べれればいいかなって思います。30匹も釣れないな。まあね、すっごい風も吹いてきたんで帰ります。
じゃあ、またね、皆さんチャンネル登録、グッドボタンの方よろしくお願いします。じゃあ、それでは。やばい。やべ。ちょっと、土砂降りすぎるって。降水量、1ミリじゃねえんだよ。1ミリの予報なのに。これ、1ミリ以上あるでしょ。やべ。雷鳴ってるし、怖いよ。マジで。早く帰ろう。やばい。皆さんね、あの鉄砲水とかもあるんで、雨の時はね気をつけてください。今日ね、最後釣りが終わって雨宿りしてたら、僕の YouTube を知っている方とお会いしまして、たまたま偶然、それでその時に仕掛けと、針をいただきました。ありがとうございました。まあ、初めてね、あの YouTube 僕のことを知っている方にリアルでお会いしまして、ちょっとびっくりしちゃって、あんまりちょっと動揺してうまく話せなかったかなと思いますが、本当に仕掛けありがとうございます。手作りの仕掛け、複合ラインの 0.05 って言ってましたね。これ使って釣りたいと思います。で、こちらもね、5号の、まあ、初期のアユ釣りで使うって言ってました。で、これもね、来年の解禁で、使いたいと思います。ありがとうございます。